ちゅうことはここも木の板に変えないとダメだな、後で。ふむ。こんな感じにする？ここ外装だから、ここ木にした方が良さそうですね、やっぱね。木の板。木の板の色を変えてみようか。頭皮。もう持ち物がいっぱいだ。とりあえず仮で置いてみますね。ふむ。こんな感じになるらしいぞと。ちょっと待って、上がれなくなった上に。よいしょ。商人に会うために階段を上がらないといけない。商人のスペースはそこ。石レンガにした方がいいのかな。どうだ。オッケー、これでいい。これでいこうか。でも全部そうしちゃっていいのかな。階段にしちゃう全部。なんかこっちの方が悪くないね。こっちにしようか。全部階段にしちゃいましたけど、ちょっと高いところに商人がいるっていう感じにした方がいいのかな。どうしましょう。そうか、ボタンの位置もあるのか。うん。ボタンって作れるんでしたっけ。ボタン、あった。ボタン。それで石レンガにしとく、一応分かりやすく。レッドストーンはいいか、まあ、今のところは。これでこうして、この上にさらにって感じになるのか。そうですよね。うん。ちょっと待ってください。そうですよね。ここ1個出してもいいんですね。1個出してみようか。こっちの方が楽かな。十分差は届きますもんね。どうしよう。これで行ってみます。こんな感じで。ここそれで、木を導入して、ふむ。これでいいかな。さてさてさて、とりあえず一つ作ってみようということでね、裏配線を考えつつやっていきたいと思いますけど、そこに置いてですね、この石レンガのブロックのが動く形になって、村人がいつもいる場所ですね。それでですね、ここがまあこんな感じでボタンを押すと、村人が消えるという感じにしようかなと思ってるんですが、その下ここで、そこが穴ですね。うん。で1個つながって上に行って、ここですね。でここに設置できるか。ここからやると確か下になっちゃうんですよね、ほら。
もうめんどくさいね。よし、じゃあどうしようか。ここに置こうか。サバイバルだと面倒ですな。よし、OK。で、これでピストンまではつながりましたね。で、押すと、そこが引っ張って、落ちると。そこまでは行った。さて、次はどうしようかな。上に伸ばすのも大変ですね、これ。で、そこからパワーを頂戴するのでまた1個つなげて、1個上に伸ばして、1、あら、ジグザグにしていく感じですけど、よいしょ OK。 じゃあここに、パウダーを置いて、ポーチで、リピーターをこっち向きですね。リピーターを設置。はい、OK。で、パウダーと。うん。で、一番上には何も置かない。で、この上に、この横にこう設置して、また2個伸ばす。はい。で、パウダーを置いて、こっち側向きに、よいしょ。ピストンを置くんですけど、このままだと私が引きずり下ろされるので、もう1個伸ばしておこうか。OK。はい。はい、置いた。屋根突き出るな、このままだと。まあ、いっか、そこだけ、出ても。そうだよね、通路もあるからね。どっちにしろ出ちゃうか。まあ、屋根はね、多少大きくしてもいいと思うんで、それは後でちょっと考えようかなと思います。よし、レッドストーン、トーチ、ストーン、それで、ハーフで、パウダーということで、とりあえずこれで終わったんだけど、屋根が突き出てしまっている。ふむ、その壁を木にするかどうするか。木でいいかな。うん、じゃあそれで動くかどうか確認。動きますね。これで OK ね。よし、スケールとか間違ってることが多々あるんですけど大丈夫かな。ここに落ちて、そこが床で、これで OK なはずなんですが、ちょっと上行きましょう、上。ちょっとこれ外して、どうしようかな、ここも木にしますか。入れ。さて、これで、やっぱそこなっちゃってますね。閉まっちゃうんですよね。そうだよね。だってあれがないもんね。レバーがないもんね、レバーが。レバーの位置としてはそこか。こうですね。で、床が抜けて落ちてくるということなので、これはこれで OK。ここを石レンガにするとどうだ?ちょっとアクセントになりますかね。統一感がないな。でも壁もそっちの色だからな。ふむ、足りない、木が足りないぞ。こんな感じですね。悪くないかな。ちょっとこれでやってみましょうか。マイクがたまに、私ちょっと背伸びしたりするんで、声がたまに遠くなるのは仕様です。こんな感じで1個終了しましたけど、あのレバーが気になるのはやっぱり、レバーは隠しちゃいますか、木で。うん。悪くないんじゃないかな。なんかのっぺらしてるよりか、こっち1個出てた方が、なんか私は好きですね。そうするともう一段下げてもいいのかな。
なんかここが1個しかないとこのスペースが足りないように感じるんですよね。ちょっとすいません、何回も手直しして申し訳ないけど、よしよし。で、ここにこれちょっと余裕できましたね。OK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 。 じゃあこれをしていきますね。さて、やっと今日2時間ぐらいプレイして、やっとあのあとね、あのあと2時間ぐらいプレイして、やっとこっち側終わりましたね。全部設置して、一応ここは水路なんですけど、いまだにちょっとどうしようか悩んでるのが、どこからどういう風に村人の水路を引っ張ってくるかなんですけど、建物の構造上、まあこっち側からどんぶらこっこ流れてきて、ずーっとあっちの端っこに行くまで多分5分ぐらいかかるんじゃないの。だからどうしようかな、一番後ろ側に、こっち側に設置するか2基設置するかですよね。それをどうしようかちょっと考えてますね今。左と右に村人無限増殖器置いて大丈夫なのかな、ちょっとそれ分かんないんですけど、それ地中に埋めちゃおうと思ってるんですよ。ドアの光源の差を使って、利用してね、その無限増殖をするので、地面、そのドアの設置してる部分に日光が当たらないといけないので、多分ちょっと工夫しないといけないですけど、多分地中に埋めることも可能だと思うんで、無限増殖、あれすごい村人が多くなるとめっちゃうるさいので、ビー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 なんで、まあこのエリアの外に作るかで、どっかから持ってくると。内装は大体終了しました。まだちょっと細かいところ残ってるんで、それを終わりなせながらお話ししようかなと思ってるんですが、ここを閉じて、よいしょ、こんな感じですね。で、なんでここだけ出ちゃってるのかがわからないですが、よいしょ、ここはいらないですね。あ、さっきそう作ってたんですもんね。よし、で、あとはね、どうしてもやっぱ暗くなっちゃうので、こういうところに隠しで、よいしょ、どんどん設置していく。光源を上にトーチ焚いてありますけど、どうだろう、つけすぎかな。じゃあ後で調節するつもりではいますけど、よいしょ、設置して OK。 あとは上か、上だけ色変えてみたんですけど全然差分かんないですね。これではなくてですよ、ちょっといらんアイテムが多すぎる。何捨てよっか、こんな後で作るんでボタンいいや、もうもうめんどくさいね。もうバンバン貸し、ジャングルの木、これ頭皮、頭皮用が必要なので、あそこの上の2個だけ色変えてみたんですけど、下から見ると何の違いもないですね。あとここか、よいしょ、 OK と。これで、内装はとりあえず終了と。ちょっとまあトーチがありすぎっちゅう話でもありますけど、上の欄これぐらいあってもいいんじゃないかなと。まあ明るさを確保するためにはね、真っ暗になるのも嫌だし、それないとね、上の方すごい暗いんですよね。十分かなと思ったら随分暗いので、まあいいかな。でも随分綺麗にさっぱりにしてましたね。あとは、ちょっと待ってください。あれで、確か額縁がどっかにあったすごい村人いるな。あとでちょっと移動しないとダメですね。よいしょ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 。これで OK？ 額縁の位置が微妙だな。微妙じゃないか。まあこれぐらいでいいのかな。 OK、 じゃあ一応動くことは動くので、ふむ、あとは
そこももうダメですもんね。 OKOK、 じゃあこれが最終形態ですね。まあ夜でも明るいです。明るくなりましたね、少しね。よしということで、真ん中の噴水から見るとこんな感じ。あ、でもうん、あ、いい感じですね。あとは村人を設置して、水路の問題がどうするかですな。それをちょっと後で頭をひねる羽目になりますけど、こっち側は何にも終わってません。今日、結構やって、かなり頑張ったつもりではありますけど、だいぶ進みましたね。ということで、まあ、途中経過ということで、パート2はここら辺でお別れしたいと思います。下から見ても綺麗ですね。OK, OK. てことで、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。さて、またちょっとクリエイティブモードの方に戻ってまいりましたけれども、うん。以前ね、ご紹介したマインカートで村人を一人一人輸送するシステムをちょっと見直してですね。というのも、コメント欄にいただいた、深井亮さん。ごめんなさい。名前が出てこなかった。深井さんのコメントを見させていただいて、うん、トリップワイヤーフックとピストン駆動で一人一人村人を押し出すことができましたよというお知らせをいただいたので、私も、ちょっとやってみようかなと思って、チャレンジしてみました。向こうでねトリップワイヤーフック使ったのに、こっちでは全く私思いつかずですね。マインカートでやろうってすぐ安易な着地点を発見してしまったので、そっちでごちゃごちゃやってましたけれども、そっちもできたので、そちらの方をちょっとご紹介していこうかなと思います。こちらの方の変更点は、まず 5×5 だったところの、繁殖場所を 4×4 にしたということがまず一つで、繁殖場所を、県待機場所にするという感じにしました。なのでより小さいスペースになったので、小さい村人だけで OK ということなんですが、吸い上げる場所もより真ん中にして、すぐに村人を上に、運び出すということを可能にしました。ってことと、あとここにピストンをねつけて、あっちに水水源があるんでせき止めてるんですけど、ピストンがオフになると、水が流れ出して、この頭のところに水が来るんで、水に触れた村人はどんどん上に吸い上げられるっていう形なんですが、上の方に行っていただくと、私が上に入っちゃった方がいいかな。よいしょ、今カチって言いましたよね。うん、ここに、トリップワイヤーフックを設けていて、下から上がってきた村人が触れると、もうピストンの方がね、オンに戻るということで、水をせき止め直すということなので、1匹ずつしか基本来ないというふうにしました。もしかしたら2匹来ちゃうかもしれないですけど、今のところ2、30回試したところ1回も起こってないので多分大丈夫かなと思います。こちらの方の回路はね、この青いラインがスイッチの方、ボタンか、ボタンの方から来た電源を引っ張ってます。で、緑の回路につながっていて、これはオンとオフを切り替える、スイッチですね。あ、スイッチというか回路ですね。オンの状態を維持して、信号が来るとオフに切り替わって、オフの状態を維持するというものになります。こちらの方はブレイズスポーナーのね、回路で使用しました。ブレイズスポーナーの、クラッシュ回路かなで使用したものです。で、こちらの方からね、今、ピストンにつながっています。白いラインでね。今はオンの状態をキープしていますが、こちらからかね、ボタンの方から信号が送られてくると、今オンだった機能、オンだったものがね、オフに切り替わります。で、オフの信号が、ピストンにね、送られるということなんですけど、それで水が流れ始めて、村人が吸い上げられて、上まで来て、トリップアイアンフックに触れると、こっち側から紫色の信号が送られます。でそうすると、今度オンとオフが切り替わって、オフの状態だったピストンがオンに戻るということで、また水が遮断されるという簡単なシステムになってます。ちゅうことでですね、一応上に吸い上げられて、また上に上げられて、ここもちょっと取ってつけたようなものなので、もうちょっとスマートにできるんじゃないかなと思いますけど、曲がったりしなくてね、水路をこっち側に伸ばして、こっちで上げて、そのまままっすぐ降りるという形でできるんじゃないかなと思いますので、今のところはうまくいってます。どんな感じになるかっちゅうとですね、今からお見せしますが、よいしょ。
人数が少なくなったんで、多分7、8人で多分大丈夫と思いますけど、これぐらい、まあほっとくんだね、大体。まあ10人ぐらいになっちゃうと思います、下は。繁殖場所兼待機場になるんで、ごちゃごちゃしてると思いますけど。ちゅうことでですね、この人の、何君くれんの？あ、なんか子供出てきたぞ。どういうことだ？本12でエメラルド。あ、まあ悪くないんじゃない？金の延べ棒。あ、いいね。あ、よくないか。金の延べ棒、エメラルドあんまよくないな。じゃあこの人バイバイ。もうぼったくりなんで。はい、さよなら。ってことで、今水が流れ始め、あ、もう行っちゃいましたね。もう見せるものなく。すぐ。で、一人しか上がってきませんよね。で、上に上げられていって、そうですね。ここも、もうその水路と直結させちゃっていいかもしれないですね。こんな曲げ、上げなくてもね。うん。今取ってつけた感じなんで。で、そこに落とされて、俺のも見なくていいんだよ。君は落ちるの、そこに。はい。これで終わりですね。で、次、君は何？エメラルド5個で、詳しくくれないの？君もボツっていうね。また水が排出されて、上にもうすでに上がってますね。で、トリップワイヤーフックで切り替わると。で、1人しか上がってこないという形になります。ということでね、今のところ一人一人吸い上げられる感じなので、うん。ゴーレム君が下で見守ってますけど、見守る村人はいないのだよって話ですね。私がもう、私の奴隷になってるので。で、君は何？エメラルド10個で溶け。この人もぼったくりですね。ちゅうことで、長くなりそうなんで、これで。失礼します。ということで、途中報告の回になりました。パート2、これで終わります。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。